セパ OPS ランキ分物足りない。こちら OPS ランキ分、パリーグはソフトバンク、セローグはヤクルトの選手が上位にいます。このヤクルトってチームはソフトバンク並みに独走してるんやろな。 OPS 球大もそろそろ近藤一人になりそうだな。サンタナは普通に良い打者やけど、村上は最初から四球狙いで雑にストライク投げられたら三振するだけよな。 OPS 800で超一流の時代。岡は突然何が起きて覚醒してんの。岡本は明らかに不調なのに、この OPS なのか。逆にすごいな。 W 岡ひろみとかいう濡れスポ特化打者。村上今から伸びる。今のあの打ち方になるといける。ヤクルトこれで再開ぶっちぎりしてるの逆にすごい。 OPS7 割でかなり良い打者になってしまうのはさすが。案の定助っ人ばかり。やはり NPB のレベルは低い。なんだかんだ言われてるが岡本もそこそこある。ヤクルトの打者って本当おいしいな。球場補正で成績上乗せされてるだけ。ご視聴ありがとうございました。